んばんにちは、パラカルタのおさちです。今日はイースタードーナツでクリスマスドーナツを買ってきました。もう今年も超豪華ですよね。で、なんと今回のクリスマスドーナツ、ポンデリングが3種類も出てたんです。なんかハロウィンの時はポンデリングがあのモンスターたちの中にいなくって、ちょっと寂しい思いをしてたんですけど、ミスタードーナツさん、こういうことだったんですね。で、買ってきたのが、冬だるまのホワイトとストロベリー。私の大好きなポンデリングが3種類。そしてカナヘイとコラボドーナツの2種類です。じゃあ早速いただいていきたいと思います。じゃあまずはこちらから、冬だるまドーナツ。じゃあちょっと割ってみます。どうやって割ろうかな。やっぱここは縦かな。こっちのホワイトの方は中にマロンホイップとホイップクリームが入ってますね。じゃあいただきまーす。マロンホイップ美味しい。なんか今年ミスタードーナツさんマロンドーナツを出してなかったんで、私はマロンホイップに飢えてたんですよ。頭の部分は全部マロンホイップでした。胴体の部分はたっぷりのホイップクリームが入ってて、結構厚めにホワイトチョコがコーティングされてるんですよ。すっごい美味しいです。で、こちらがストロベリーです。はい、こっちは頭の部分がストロベリーホイップで、胴体が普通のホイップクリームですね。すっごい甘酸っぱいいちごのホイップクリームが入ってて、すっごい爽やかですね。で、このイースト生地も軽いんで、このストロベリーホイップとすごく相性がよくって、もうほんと何個でも食べれそうですね。ミスドのイーストドーナツって美味しいですよね。ふわっとしてますよね。口溶けもいいし美味しい。なんかもう何個でも食べれそうですね。じゃあ次、ポンデリースチョコラズベリーピスタチオ。もうすっごい嬉しいですね。3種類もあるんですよ、ポンデリングが。しかもまた来ました、ラズベリーと今年はピスタチオが入ってるんですよ。皆さん、ピスタチオって食べたことありますか？めっちゃ美味しいですよね。じゃあまずはチョコからいきましょう。これですよ。このもちもち感をね、私は待ってたんです。で、この上のチョコも甘ったるいチョコレートっていうよりは、ちょっとほろ苦い感じで、もう本当にね、一個ペロッと食べれますね。また上のカラフルに散りばめられたやつが、クリスマスのリースっぽくって、可愛いですよね。じゃあ次はラズベリー。やっぱラズベリーっていいですね。上はラズベリーのグレーズになってて、もう噛んだ瞬間から甘酸っぱさが、ってきますね。なんかラズベリーってクリスマスの象徴みたいな感じなんですかね。スタバも結構ラズベリー商品多かったですけど、すごい香りがいいですね。じゃあ最後はピスタチオ。まあ私が期待しすぎてたのもあるんですけど、香りはそんなに強くはないんで、なんかピスタチオのつぶつぶとかをこう散りばめてくれたらもっと楽しめそうですね。でもまあしょうがないですよね、この値段だったらね。じゃあ最後、カナヘイの小動物ドーナツ。これはね、さっきの冬だるまドーナツと味とか食感はほぼ一緒なんでしょうけど、可愛いんで買ってきました。見てください、この何も考えてなさそうな可愛い顔。で、これこういう風にドーナツにピンクいチョコレートが貼ってあって、これをこの可愛いシートに入れると、このキャラクターのほっぺたの紙みたいな感じになってるんですよね。紙の絵柄も何種類かあって、このほっぺたが活かされてるこの2種類を買ってきました。これもね、すごいチョコレートが分厚いんですよ。で、これがピスケの方ですね。ピスケの中身。はーい。わーすごい。ストロベリーホイップがたっぷり入ってますね。やっぱミスドのストロベリーホイップ美味しい。すっごい甘酸っぱいですね。で、さっきの冬だるまと一緒で、ホワイトチョコがすごい分厚くって、いいですね。贅沢ですね。で、こっちがウサギの方。はい。もう割らなくてもわかるんですけど、これは穴の開いたイーストドーナツの生地にホイップクリームが入って、ストロベリーチョコがコーティングしてありますね。ちなみに私はピスケとウサギだったらピスケの方が好きですね。ホワイトチョコに甘酸っぱいストロベリーホイップクリームの方が
好みです。ごちそうさまでした。はい、いやミスドのクリスマスいいですね。で最初の冬だるまドーナツの2種類だったらホワイトの方が好きでしたね。マロンホイップがやっぱり好きなんですごい美味しかったです。でも2体とも頭の部分がマロンとストロベリーホイップで、で胴体は普通の白いホイップだったから、頭から胴体まで全部その特殊なホイップにしてくれたらもっといいのになって感じましたね。でポンデリング3種類は迷ったんですけどラズベリーでしたね。やっぱクリスマスらしいし、その甘酸っぱいっていうのもすごい出てきてたし、ピスタチオがねもうちょっと香りが強いとか、ピスタチオの刻んだやつを散りばめてくれてたら、まあ、彼が上位だったんですけど、まあちょっと惜しかったですね。でカナヘイドーナツはもう私はピスケのホワイトチョコでいちごのホイップクリームがすごい美味しかったです。なんかさっきの冬だるまのいちごのホイップよりもたっぷり味わえるんで、もういちごホイップファンの人はカナヘイのピスケドーナツをおすすめします。じゃあぜひ皆さんもミスタードーナツのクリスマスドーナツ食べてみてはいかがですか。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。ファルカルタのおさちーとゆきまるでした。バイバーイ。